ングの試合が一面になるってことはほとんどない。ここからはちょっとフランクに行きたいなと思うんですけど、だいぶ今もフランクでしたけど、皆さんに問題を出します。採点は加点制なので、どんどん手を挙げて答えてください。個人の発信もそうですし、クラブも独自で発信できる世界になっているので、みんなで作り上げるといいますか、まあ、我々メディアもそう、クラブもそう、選手もそう、みんなで一緒に情報発信をしていけいったクラブが多分これからすごく進歩するんじゃないかなと僕は思ってます。フロントです、選手です、なんかそういう線引きっていうのは僕は水戸ホーリーホックにはふさわしくないかなと思います。明日のオフィス、皆さん行ったことあるから入ったことあると思う、目の前で皆さんの練習してる姿、練習試合してる姿が見えます。こんな環境のクラブは全国になかなかないですよ。はっきり言えば僕が感じてるのは、まだフロントと選手の距離がまだまだ遠いです。もっともっといろんなコミュニケーションして、もっともっといろんな発展性のある意見を出し合っていいクラブにしていきたいと思います。今回のメイクバリュープロジェクトで、いろいろな水戸の知識などを学ぶことができ、その向かい方によっては人に影響力を与えることが変わってくると思うので、伝える力をどんどんつけていければもっと影響力のある人や選手になれると思うので、これから伝え方をもっと工夫していくことで自分の色を出せるんじゃないかなと思いました。普段、お世話になっている方のいろんな話を聞けたことで自分自身新しい見方も分かりましたし、やっぱり分かっているようで分かってないことが多くあったんで、やっぱそういうところに目を向けれる選手、チームになっていくことがすごい大事かなと思うので、すごい今日の経験を生かして、これから多くの人に支えられて、今まで支えてきた去った人たちの思いを持って、これからもピッチでプレーしていきたいなと思いました。